ここは下関市考古学博物館です。でこの先に綾良義号遺跡がありますね。そこに行ってみます。博物館は博物館で動画にするんでそれぞれ分けます。こっちはこっちで動画にします。ちょうど博物館のすぐ横に遺跡がある感じですね。むしろ遺跡の横に博物館が作られた感じですかね。あ、これ入れるのか。入れるな。古代時代の竪穴住居跡。こっちも入る。ここは何だろう。岩屋古墳。中に入れるっていうのは本当にいいっすね。すべて入れるんじゃない？これこの感じだったら。弥生那須と古墳の森、公園になってますね。ここは この先か。若宮1号墳。5世紀の中頃、下関の一帯を治めていた人物の墓。だから一番大きいんだ。
若宮3号本。ところどころなんか丸くなってますね。ここは若宮古墳ですね。二号石棺。あ、こうか。まあ、古墳っつったらこんな感じだよな。こう影みたいになってるね。ここはまっすぐなんて。ここは盛り上がってる。ここにもあるか。若宮2号墳になってますね。墳標っていうかな。ぐるっと回れるね。こっちはどうなんだろうな。ここはいいか。とりあえずここを撮って、余裕があったら撮ります。ちょっとこれカメラが止まるかもしれない。温度上昇でもうギリギリだな。とりあえず一周回ってこの上に上がってみましょうか。別に測っちゃいけんっていうよりも書いてないんで大丈夫と思うんですけど。じゃあちょっと上がってみましょうか。古墳の頂上ですね。後円部中心点。ここは何？東屋か。単に東屋があるだけか。
だね。はい、ではこんなもんかね。あの奥にね、遺跡があるんですけど、ちょっと別物っていうのもあるし、ちょっと場所がね、遠そうなんで、ちょっと行くのやめました。まあここが、ここ全体が綾木なんで、綾木郷遺跡なんで、まあここはここでいいでしょう。はい、ということで、綾木郷遺跡でした。ここに案内板がありましたね。これ取り忘れてた。で、ここが博物館ですね。博物館の向こうからスタートしたんでね、ここ取ってませんでしたね。忘れてましたね。はい、以上です。